クイーンブックと6664、はいはい、おっとこれはクーデゲミスの埋弱系か。しかしクーデゲミス潰していかなくなった。ここはクナイを雷撃でくぐって懐に潜り込む。しかし X 片切りが押してやる。だがこちらマリスを壊し中断。あユンの片ヤンの片目が激しい中断から壊し壊し通ろう。ギャワーが当選一方どこかで繰り返したいが暴れ潰しに寄っている。ジャンプ強兵選球隊画面端相手を逃がさない驚異的なラッシュ。これがヤンか。よしトロガン噛み合う。そしてさあプレッシャーでまたも画面端を追い詰める。5番からトロー画面端先ほどの再現となるか。畳に行くトロの一番に中断 EX 関係がたまらず出す。しかしまだ画面端終わらない。じゃあこっちの予感トロー、そして精一杯して戦時代叩きパナスがこれは飛んでいる。飛び毒部分がしかし当たってダメージを奪っている。わからんぞ。しかし最後は空対空垂直ジャンプ強肩。いやーこれは見事でしたね。画面端を追い詰めてからラッシュが凄まじかった。たまらず風切りでしのいでいったものも、そこからもやむことがなかった。攻められる前に攻める殺す。そしてここで先ほどはヒレブリューにちょっといいところがなかったトーム雲のヒューゴ。さあヤン相手に果たしてやれるのでしょうか。全くわからない。さあしっかりとフリーダム横浜の洗礼をねじ込んでいってフォースコーム久保対 T4666 ヤン。しかし自分からやっぱり近づいていかないといけないキャラっていう意味ではめんどくさいと思う。さあ立ち強気をしていまいして強ムーン、そして肘。さあ中断ですからね。バンバムジャンプ強気。さあヤンガは果たして15戦どのように立ち回っていくか。空対空めくり中継、そして強肩ダメージ安いが確実に奪っていく。ミートスカッシャーは前ジャンプシュートダウン、ここも見ている。シュートダウンからさあスルーからのパームシュート、これはどうだ。当たってる。終わるか。終わっている。さすがに生当て、あの距離はさすがに当たる。さあ666ヤンが一本選手、しかしさすがにストレートプレッシャーが半端ない。ヤックが置いてある。ここでミードスカッシャー中パンチは当たらない。中継しゃがみ強パンチ2段止め。何が起こった。シュートダウン相打ちでも OK。 サマイス3回からボディープレス、こう足もんらりめくりじゃなくて表だった。そしてスルー5番シュート、凄まじいアッシュ。一度掴んだら離さない。こちらもやばい。そして通常投げ、意外とこれまた投げ前はすごい狭いんですが迫力にある通常投げ。サシケダンから強化選球隊 EX シュートダウン相打ち。そしてもトレースダウン取れる。腹ケツケツはマックスに避けられる。いや非常に大きい。リスクは大きい技だが、そしてミート使ってここはさすがに読んでいたか。生地光ってしまうがために分かってしまう。そしてジャンプ強マンツからのウーコン決めて、しかしこの体力で無駄はできない。あっとこれは掴まれるでしょう。おっと逃れるで掴めると思った。最後は FCK
も届くと思いました。技を出してたら座れたかもしれないですけど、ギリギリ逃れたか。今のはね、掴んだかと思ったんですけども、掴みきれなかった。どうする、ゴンザレスセス、エイケスバルログとエイタゴーキを残す。しかしコムコも素晴らしいものを見せてくれます。最後のところもあとちょっとというところでしたね。さあしかし666ヤンがこのまま勢いに乗っていくか。レースでそれを止めたい。アイスブロック、これで勝った方がまた、しかし次はカタカナで相手チームありますからね。エンジン、ここはバックステを読んでエンジンしっかり吸い込む。シュアストニックブーム、エンジン壊し当て投げからの一瞬待ってからマイジャンプとか、やはりここはタイミング取りづらいか。選挙台で落とされる。そしてスクリュー使ったところにシュアストロー、マイジャンプ中ち、ここは使って、そして全身で端を背負ってしまうと、ヤンの時間、ここもきっちり全身からの強パンイーク選球。レースはさすがに今回のジャックスが煽りを受けている。通常だキャンセルノーマル相当痛いですね。さあ今のは中足通路を読んでの赤セビか。思い切ってやっていったが、しかし不発に終わる。エンジンを出すが、ここも選球台、あっとガードされてしまった。中足中足選球台で画面端しっかり追い込んで、ここは昇竜だが壊し、こすりが早い。これは早すぎるか。いやしかし雷撃を出していた。そのままだったら当たってたかどうか怪しいんですけど、雷撃を出していたので吸い込んでからの中盤が届かない。どうだヤンガは慎重に、おっと解放で近く、クレイクはしかしバクステ読みのエンジンだったが、小足を出していた。666ヤンの小足がヒット。これで副賞冷血バルログ、ウルトラストリートファイター4。相手はまだ地方、ここで止めたい。この手のやっぱり強いですね。副将レイケットバルログとまだ地方666ヤン、はい、ここはクデクしっかりで、しかしここはテラ、ヒット無敵はあるテラ。さあ出していく、バックスティスの強パンチ、中段中段ダメージを細かく積み重ねる。さあ立ち回りのペースとしては、おっとしゃがみ中詰め解放、スポットガードは小足で、ここ中がなかなか繋がらないか。バルログの前のギリギリのところから踏み込んでいきたい。さあしかしバルログもそれをしっかりと警戒している。バックステ、さあなんとか近づけば、あと中、これはしっかりと後ろに回ったところの着地にウルコン。この辺りは分かっているのか、しっかりと対策している。ソバットがしかし当たる、ユクテラ動くぞ、しかし壊し暴れが早い、しっかりと整備キャンして
中段パク捨てしていた。先ほどからあの中段が非常に機能している。分かって、そもそもなかなか見えないですしね。ガードしても格段が取れるキャラを限られている。おっと EX バルセロナで IH コンボを狙いに行ったか。狂気は届かない。グラつぶしのフラッシュ、わーっと垂直ジャンプ強肩 EX ゴロゴロで一気に画面端。さあここからマンログの攻め始まるか。逃げジャンプ強パンチ、そして移動投げ。さあ先ほどからコバからの目押し、やや繋がらないシーンが目立つが、ソバット、さあ距離を取ってめくり中継、めくってましたね今。遅らせ、しかし小足の暴れが早い。中段爪外れた。逆に亀味、さあ食らってしまった。これはどうだ、終わるっぽいか。なんと忍いでいる。あーっと忍いでいる。よくぞガードしきった。最後の転身はちょっと早かったが、ガードで固まってる最中だった。これで一気にゲージも入ってしまった。山形がジャンプ強化がバックステに噛み合う。そして噛み合いライギー、これもスマットに噛み合って、しかし投げ勝っているのはなぜかバルロガマ。そばっと裏潰しの小足が見えている。今度は繋がらない。しっかりと前数裏に回って足を押し付ける。さあ読み合いが2点3点して、しかしげな今なぜか赤瀬に前数ウルコン。そばっと合っている。結果蓬莱、赤セビを当てに行こうとしたのか、それともよく分かりませんが、結果的にはウルコンでフィニッシュ。大将のエーダゴーキ666ヤンが強い。この勢い止めれるか、エータゴーキ。いい兄弟や将軍がまたもなんか調子に乗ってる感じ。いいですよ、全然いいですよ。さあ大将エータゴーキと地方666ユン。かわすヤンの画面端のラッシュは凄まじいものがありましたね。いや、行きたくない。しっかりと対抗か、勝利は出る。しかしで愛知、あーここは無理をせずじりじりとめくり竜巻ね。画面端から逃げて立ちこけ、さすがに遠かったか、一発目のみ。開放から固めていく。坂目足に追いつかれてる。たまらず逃げる。しかし立ち強系を突かされて、ここも昇竜セビニが当たった。強パングルコン気持ちよくなっている。さすがにこれは終わりますね。完全に気持ちよくなりたいだけコンボ。さあ一本選手したのはエータゴーキ。固めていって火力の高さお互いの波動しかし取ろう。あっと昇竜、しかしここで冷静に立ち中継、立ち中継選球隊。もちろんここはしっかりとアシュラを読んでいた。ここもシュラシュラ、そして EX3 空でターンを取り返す。強い、少し台足
さあこれはしかしセビキャム失敗か。決まってればピヨっていたかもしれないところだが、犬強い勝利を精一杯にして、これはどうだ。大神魔覇権終わってるか。さすがに終わっている。1-1取ってファイナルラウンド、これでマッチポイントになる。ヤンガワタがさあエタコウキ、ここで踏ん張れるか。内足タッチ受けと相打ち、すごい暴れ、相手の上を読んでのタッチ受けか。さあ内足に対して雷撃が刺さる。逆子から選球、さあ送らせ道路剣、ここはたまらず逃げる。ダイヤシロ出そうとした、あっとこれは連続じゃない。しっかり勝利を出して、さあユンガオの小足が冴え渡る。立ち強剣、これは見ていた、出してしまった立ち強剣。強い、勝ったのはシャカリキダイナミック。はい、シャカリキダイナミックは連戦ですね。カタカナで愛知と連戦です。横浜チーム敗れる。シャカリキダイナミック今勝ったチームとカタカナで愛知チーム連戦ですね。ブロック決勝です。